こんにちは、今日は私は、この材料を使って何を、作ろうとしているかと言いますと、私にとって、とても大切な大切な大事な、もう娘のように大事な子なのですが、その子が今病と戦っております。食事制限もある中で一生懸命頑張っておると聞いております。なので私も何かお手伝いができることがあればと思って、今日は、スープを作ってあげようと思いました。でもそういう調味料とかを入れない中の料理はしたことがありませんので、美味しくできるかどうかは何の保証もないのですが、家で採れた、これはキャベツ、玉ねぎ、人参、ブロッコリー、青ネギ、すべてこれは、家庭菜園で採れたものです。我が家は、有機栽培をしておりまして、農薬も使っておりませんので、まあ安心といえば安心だと思います。ごぼうと、土生姜、かぼちゃはお店で買いました。これで一遍初めて挑戦してみたいと思います。病気が早く良くなればいいなという願いを込めて、私の愛情を込めて、作ればなんとか食べられるスープになるんじゃな、野菜スープになるんじゃないかなと思っております。頑張ってみます。そしてこれはごぼうなのですが、本人に聞きますとお酢はいいということなので、これは、酢水に、ごぼうはアクがありますので酢水につけております。しばらくつけてからまた茹でて、そしてスープと一緒に煮込みたいと思います。これが最初用意したお野菜を洗って切ったところです。かぼちゃは4分の1を4個に切りました。そして人参は さほど大きくはなかったのですが、まあまあの人参を1本全部使いました。青ネギも全部使いました。そんなに1本ネギみたいに太く大きくないのですが、5本ほど切りましたかね。そして玉ねぎも、2個、そんなに、まだあのシーズンではないのでちょっと小さめだったのですが、2個、1つを4個に切って2個分使いました。そしてキャベツは、半分をこういうふうにザクザクと、芯をつけたまま、流し水できれいに葉っぱと葉っぱの間も洗いまして、この軸にも栄養があると聞いておりますので、軸をつけたままカットしてこういうふうにザルにあげました。これを、大きな鍋に入れて煮ていきたいと思います。土生姜なのですが、1袋に2個入っていたのですが、これは1個分です。1個分をとりあえず輪切りにして用意しておきます。途中で味を見たりしながら、生姜があまりにもきつすぎても食べにくいかなと思ったので、また、その都度足したりするようにして、とりあえずは1個分を切りました。そして、かぼちゃ、ネギはもうちょっとしてから入れようかなと思います。かぼちゃは崩れてしまいますので、人参とかキャベツとかを、玉ねぎはもうお鍋に入れたのですが、少し時間を置いてからかぼちゃとかネギを入れてみたいと思います。これが、キャベツ、人参、玉ねぎを切った野菜ですね。これをお鍋に入れました。これにお水をひたひたに、野菜の材料が、浸かるぐらいひたひたにして、煮ていこうかなと思っております。そして土生姜は切って最初から入れようかなと思っております。酢水につけた、ごぼうを今下茹でしてざるに取り上げました。これも一緒にお鍋の中に入れます。25分、炊いたところで、沸騰してきました。これを
これからアクを取ったりしながらまだまだ煮込んでいきたいと思います。30分ほど煮込んだのですが、もう野菜が隠れるぐらいになってきましたので、青ネギを足してみました。またこれで煮ていきます。だいぶ煮たんですが、アクも出てきましたのでアク取りもしたいと思います。こうやりながら、煮てはアクを取る、そうやっていってスープにしていきたいと思います。ちょうど1時間が経ちました、1時間でこんな感じになってきました。ここにこれからこのかぼちゃを入れたいと思います。具沢山のスープになって美味しくなればいいなと思っております。1時間でこんな感じだから、あとまだ1時間ぐらいかかるかも分かりませんけど頑張ります。約2時間、コトコトと煮込みました。まだお野菜が崩れるというところまではなっておりません、中火弱ぐらいで2時間煮込みました、ちょっと、ガスを止めて30分ほど置いといてみようかと思っております。そしてまた改めて温めたらどんな感じになるのかやってみたいと思います。はい、出来上がりました、ガスの火を止めて約1時間半ぐらい経ちました、味も何もつけていないのに、ちょっとスープを、飲んでみたりしたら甘みもあり、生姜の味も効いており、野菜をお箸で刺してみると本当に柔らかく砕けるように、形は残っておりますが砕けるような柔らかさとなっております。これを私の大切な人に届けたいと思います。そしてこれを食べて少しでも、免疫力アップ、元気が出てくれたらいいなという、本当にその願いを込めて、愛情いっぱい注いで作らせていただきました、食べていただけたら嬉しいなと思っております。本日も、ご視聴いただきありがとうございました、また、次回に向けて頑張りたいと思います。母の思いチャンネル、今日は愛情いっぱいに母の思いのつもりで頑張りました。また登録とグッドボタン、いいねよろしくお願いいたします。それでは本日はこれで失礼いたします。ありがとうございました。